さすがに、そのホテルはどうかと思うけれど、浅野があそこまでテンションが上がるのはニコルと一緒にいるとき、これは間違いないわ。はい、そもそもその前提がある意味間違いではありますが、でも間違いはありませんね。となれば、奇跡を起こせるとしたらもうニコルしかいないのよ。まあ、それは僕も考えなかったわけじゃないんですが、そのいろいろと問題ありませんか？この状況で成功法なんて見つからない。それならどんな手段を使ってでもポイントを稼ぐしかないじゃない。それはそうですけど、具体的にどんな方法があるんですか？そうね、例えば浅野とニコルをデートさせるとか。ニコル、起きなさい。眠いよ。夜はちゃんと眠らないと。あなたね、悪魔なら悪魔らしく夜更かしの一つでもしたらどうなの？悪魔だとしても僕は子供なんだよ。そういう風に設定したのは君たちの方なのにさ。まあいいけど、それで僕に何か用？あなた、明日浅野とデートしなさい。やだよ。っていうか、そもそも無理だし。無理ってどういうこと？僕はこのゲームのホストなんだよ。僕自身が直接行動してリア充ポイントが貯まるような行為はできないんだ。もしそんなことしたら。そんなことをしたら。さあ、そういえばその部分の設定はないね。イルカさん、思いっきり手を抜きましたね。余計な設定は山のように作るくせにね。でも設定がないなら何も問題ないじゃない。ううん、問題終わりだよ。設定がないってことは何が起こるかわからないってことなんだから。エラーやバグが発生する可能性もある。最悪の場合、全員のリア充ポイントがリセットされるとか、そういうことが起こるかもしれないよ。それは厄介ね。これ以上ややこしくなったら目も当てられないわ。ちなみに願い事を使って僕に無理やりデートさせるとかも無理だよ。僕の行動を強制するような願い事は全て無効になるから。願い事？ちょっと待って、あなたはまだ願い事が残っているわよね。はい、浅野さんの爆乳を元に戻す以外には使ってないですから。そうなら、残念な先輩のためにそのお願いを使わせてもらってもいいかしら？それはもちろん構いませんけど、何をお願いすればいいんですか？あ、リア充ポイントをアップさせろとか、期限を延長しろとかいうのもルール違反だから。そんなことくらい分かっているわ。要するに、浅野がニコルとデートできればいいのだから。だから、僕はできないって言ったじゃないか。何もニコルがデートしなくてもいい。浅野がニコルとデートしていると思えばいいだけなのよ。それってつまりどういうことですか？実際にデートしている相手はニコルである必要はない。ただ浅野にそう認識させればいいのよ。例えば実際にはあなたが浅野とデートをしているのに、浅野の目にはあなたがニコルとして見えているとかね。そういうお願いなら問題ないわよね、ニコル。まあルール上は問題ないけど、僕としてはとても複雑な心境だな。正直あなたの心境なんてどうでもいいのよ。ちなみに
あのリア充ポイントってどうやって算出されているの？その人の脳内のドーパミン分泌量やホルモンの変化なんかの数値をもとに算出してる。同じ体験をしてもリア充ポイントにばらつきがあるのはそれが理由だよ。なるほど。重要なのはあくまでも個人の主観なのね。それならニコルとデートしていると思わせる作戦も成立するわね。その代役ってやっぱり僕なんでしょうか？他に誰がいるというの？あの変態や中二よりはあなたの方がマシというデータはすでにこの私で実証済みなのだから。確かにあのぎこちないデートでも夏美さんはかなりポイントゲットしてましたもんね。ぎこちない そうだったかしら。ただ浅野さんが僕のことをニコルだと思ったとしても150ポイントとなると一筋縄じゃいかないと思うんですが。っていうか僕の低層も危険ですし、またホテルに連れ込まれそうになるかもしれないんですけど。当たり前だけどホテル関係は NG よ。それにあまりベタベタするのもダメね。というより手をつなぐとか必要以上に接近するとか二人だけで密室とかそういうのも好ましくないわ。不健全だもの。それにあまり親しそうに話をするのも良くないかもしれないわね。いやいや、それもう何もできないじゃないですか。というかそもそもの目的が何かわからなくなってますけど。じゃあこうしましょう。明日のあなたたちのデート、私が台本を用意するから、あなたはそれを演じなさい。それくらいならあなたでもできるでしょ。はあ、まあそうですね。それじゃ明日の10時に作戦開始よ。その時間になったらニコルにお願いをして、浅野にはあなたがニコルに見えるようにしてもらいなさい。私が浅野をここまで連れてくるから。あとややこしくならないように本物のニコルはどこかに隠れていること。わかったよ。台本はその都度メールで携帯に送るわ。デートの妨げにならないように事前にマナーモードにしておいて。何間の抜けた顔をしているの？質問でもあるのかしら？いえ、そういうわけじゃないんですが、ちょっと意外で。意外？その、夏美さんが浅野さんのためにここまでするとは思ってなかったんで、正直、少し驚いてます。別に私は浅野のためになんか…勘違いも甚だしいわね。これは、その、あれよ、ゲーム作りのためよ。あんな残念な女でもうちのサウンド担当なのだから、急にいなくなったりしたらそれはそれで面倒だから。ただそれだけのことよ。なるほど。つまりは大切な仲間のためってことですよね。そうよ。仲間？はは、私には仲間なんて存在は無縁よ。夜の闇と静寂と孤独だけが私の魂を癒してくれる絶対の存在。それ以外のものには興味も関心もないわ。とにかく明日は大変な一日になるでしょうから、あなたはしっかりと休んでおきなさい。はい。それじゃあそういうことで、その。おやすみなさい。
明日はよろしく頼むよ、ニコル。すやすや。はあ、こうして寝てると確かに天使みたいな顔なのにな。ねえニコル、本当に浅野さんには僕がニコルに見えるのかな。鏡を見ても何も変化がないから不安なんだけど。僕の力は絶対だよ。これから8時間の間は浅野にはレイジの姿は僕にしか見えない。っていうか、なんで僕がこんな子供用のテントに。君と僕が一緒にいるところを浅野さんが見たらニコルが二人いることになっちゃうし。それにしても8時間の時間制限付きだなんて考えたね。だってそうしておかないと元に戻すために願い事が一つ必要だろ。そういうところが実に凡庸な発想だよね。結局君だけは自分のための願い事をしていない。そのことが僕には実に奇妙で不気味にすら感じるよ。多分君は平凡なんじゃなくて平坦なんだろうね。何の起伏もない平べったい人生、そんなので楽しいの？なんだか随分な言われようだな。浅野、ラウンジに入るわよ。準備はいいわね。いいわよね。なんなのよ、夏美。そんな大きい声出さないで。私、昨日飲みすぎたみたいで、頭痛いんだから。私、朝ごはんとかいう気分じゃないんだけど。あら、なんてことかしら。ニコルしかいないなんて。あ、ニコルくんだ。おはー。おはー。ニコルくんのおはー返し超可愛いんですけど。朝から超テンション上がるっての。何？ニコルくんしかいないわけ？お邪魔虫のレイジはどこに行ったの？死んだの？ま、別にレイジなんていなくてもいっか。ニコルくんがいれば世界はハッピーだもんね。何バカみたいな顔でこっちを見ているの？世話が焼けるわね。
なになに、どうしたのニコルくん、メル、メル友とかいるの？っていうか悪魔なのにスマホ持ってるとか、もう超可愛いんですけど。もしかして魔界の電波とか拾っちゃうの？見せて見せて。浅野、どうやらニコルはあなたに何か用があるらしいわ。え、なになに、何でも言ってよ、今日どうせやることないし。あの浅野さん。なになに、浅野さんだなんて改まって。僕とそのデートしましょう。する絶対する、超する、マジでする、デート、デート、ニコルくんとデート、ウィヤッハイ。なんだなんだ、なんだか楽しそうなのだ、ターニャも混ぜるのだ。今はダメなんだよ、タニャン。何やってるのだ？あ、今デートって言ってなかったか？なんでもないわ、消えなさい。でも今デートって聞こえたのだ。誰がデートするのだ？あれ？でも浅野とレイジしか。なんでもないわ、いいから消えなさい。でもなのだ。自分から消えないなら私があなたを消すわよ。あなたたち、デートをするならさっさと行きなさい。時間がもったいないわよ。え、でもニコル君とデートだなんて、私の心の準備が、っていうかこんな格好じゃ恥ずかしいし。どうせなら可愛い格好してお化粧したりして。女ね、時間がないんだからさっさと行きなさい。っていうか、なんで夏美が仕切るのよ。ニコル君だって可愛い私の方が嬉しいよね。だってせっかくのデートなんだもん、その方がいいよね。ねえねえ、そうだよね。そのままの浅野が一番可愛いよ。僕はもう我慢できない。さあ、二人だけのパラダイスに飛び出そう、子猫ちゃん。ズッキューン。うん、パラダイスに行くにゃん。ここまで効果的だとは思わなかったわ。こんな小学生向けの漫画のセリフで、実に残念だわ。
ニコルキャン、どうしたにゃん。あの、浅野さ、じゃなくて、浅野、大丈夫？あ、はい、大丈夫であります。とりあえず歩こうか。うん。天気が良くて良かったね。うん。浅野は浅草に住んでるんだよね。この辺には詳しいの？ロックだね。そうね。誰もいないから静かね。そうだね。寄せとかあるけど興味ある？興味なくはないけど、多分営業してないんじゃ。そう、それもそうね。ここ新世界だっけ？まあ私落語を聞いてると寝ちゃうんだけどさ。そうなんだ。今日の君はいつもより可愛いね。どんな魔法をかけてきたんだい？ドキン！そんな、いつもと変わらないよ。私なんて、ドジでノロマで、プラスでも目立たないし、可愛いなんて言われたことないし。もし魔法がかかってるとしたら、それはあなたの仕業だと思うよ。それに、なんか今日のニコル君はいつもより大人っぽいよ。そっちこそ何か魔法でも使ってるんじゃないの？何も教えてくれないミステリアスなニコル君も可愛いわ。よしよし、ニコル君、たまには背伸びしたくなることもあるわよね。
浅野、ロックスに行かない？ウィンドウショッピングなら店員がいなくてもできるし。うんうん、そうだね。あそこならいろんなお店もあるし、一緒に楽しめそうだよね。ここ見ていかない？うん。ニコル君、これなんかどうかな？いいんじゃないかな。なかなかワイルドで浅野の力強さを感じるよ。違うよ、ニコル君にだよ。え、僕に？でもなんかこれレイジが来そうかな。サイズもちょうど良さそうだし、あいつも少しはおしゃれに気を使えばいいのに。ま、あいつも大学とバイトで頑張ってるから、今度なんかプレゼントしてやろうかな。ありがとうございます。ん？なんでニコル君がお礼を言うの？それは…っていうか、今はレイジのことなんてどうでもいいか。とにかく、これはニコル君には合わないよね。僕の服より、浅野の服を見てみようよ。私のなんていいよ。なんか恥ずかしいし。浅野っていつも服はどこで買ってるの？ん？近所の商店街とかネット通販だけど、でも大抵はユウノが買ってきたり選んでくれるかな。なんか私が選ぶと少女趣味で子供っぽいってさ。へえ、普段はかっこいい感じだけど、もっと女の子っぽい服が好みなんだね。まあ。でもほら、私なんてこんななりだから、壊滅的に似合わないのよね。特にフリフリの服とかは。そうかな。僕は見てみたいけど、浅野の可愛らしい格好。そんな、無理無理無理。どうせ他にお客さんもいないし、試すだけならタダだよ。さあ、行こう。え、ニコル君。Thank you.
めんね。お待たせ。それじゃあそろそろお昼にしようか。うん、じゃあどこかのコンビニでおにぎりでもゲットする？いや、アンジェラスに行こう。でも行っても何もないんじゃないの？まあそうかもしれないけど、行けばわかるみたい。そっか、なら行ってみよっか。すごい。これってニコル君の魔法かなんかなの？多分。それじゃあ早速食べようか。いただきます。すごい、おいしい。こんなおいしい料理食べたの生まれて初めて。やっぱりニコル君の魔法はすごいね。さすがは天使。私に何か聞きたいこととかないの？浅野さん、何でも答えちゃうわよ。でもスリーサイズは内緒だからね。えっとジャッジメントセブンのみんなのこととか。あいつらのこと？そうね。まあニコル君はあいつらと出会ったばっかりだし、よくわかんないわよね。オワリはさ、見た目はただの変態なんだけど、ああ見えて中身は、中身もとんでもないド変態か。いつもヘラヘラしてるし、だらしない格好で基地の中をうろついてるし、口を開ければセクハラ、パワハラ発言ばっかりだし、いつも仕事してるかどうかもよくわかんないんだけど、でもね、私知ってるんだ。ジャッジメントセブンの収入の大半はあいつのサイドビジネスだって。サイドビジネス？そう。だってうちらのゲームなんてほとんど売れないのに、会社として存続してるなんておかしいでしょ。あいつさ、昼間はゲームを作ってるけど、夜は自分の部屋で他の企業向けのプログラムを作ってそれを売ってるらしいのよ。なんかよくわかんないけど、セキュリティなんとかとか、システムなんたら構築とか、そういう難しいやつ、そういうプログラムを売ったお金で私たちにゲームを作らせてくれてる。自分一人で稼げるっていうのに変態っていうのは、何考えてるかわかんないわよね。他のメンバーには内緒だからね。あいつ
そういう自分が頑張ってるところを知られるの好きじゃないみたい。鶴の恩返しかっての。うん、わかった。でね、イルカなんだけど、あれは本物ね。本物、すごい評価だね。ええ、本物の中二病よ。多分もう救いようがないわ。正直言って何考えてるかわからないし、言うことも行動も意味不明だし、話してると疲れるっていうかイラってくることも多いんだけど、でもまあイルカって絶対に嘘つかないのよね。言ってることはほとんど思い込みや自己暗示のレベルなんだけど、自分にも他人にも嘘をつかない。あれだけ自分をさらけ出して正直に生きられるのってある意味すごいと思わない？ああ、こういう人でも生きていられるんだって思うと励みになるわよね。確かにそうかもしれない。そういう意味だと夏美もそれに近いんじゃ。自分に正直って意味では。夏美？ああ、あれは嘘つきよ。嘘だらけ。なんであんな生き方してるか知らないし、自分のキャラを演じてるなんて見ていて苦しくなるくらいよ。他人を拒絶してるふりして、本当は寂しがり屋で構ってちゃんだから、ほんと始末に負えないわよね。ま、それでも最近は随分とマシになったのかもしれないけどさ。ただあいつのものづくりに対する姿勢だけは本物だから、その部分は誤解しないであげてほしいかな。口は悪いし自己中だし素直じゃないし意地っ張りだけど、ゲームを作るためならどんな努力も苦労も厭わない、あの姿勢は本物よ。私には真似できないな。ま、したくもないけど。っていうか、こんな話聞いてニコル君面白い？うん、面白いよ。浅野がジャッジメント7のことを本当に大好きなんだなってよくわかるし。そんな、あいつらのことなんて別に。まあニコル君が楽しいならいいけど。それじゃあタチアナはどんな子なの？タチアナ？まあ、あの子を見てるとつくづく天才に生まれなくてよかったなって思うわよ。あの年で世界的頭脳とかロシアの秘宝とか歩く電子演算機とか呼ばれて、なんか哀れっていうかさ。哀れ？なんかすごそうな呼ばれようだけど。だってそれってあの子を人として見てない呼び方じゃない？ああ、確かに。プログラムの才能がなければ大人たちは誰もあの子に見向きもしない。そういう環境で常にプレッシャーと戦って期待に応え続けて天才であり続けなければ価値がないなんて、本当哀れよね。
ちに来てる限りは誰も特別扱いしないしね。だいたい世間では天才ってもてはやされても、あの変態にはプログラム能力では太刀打ちできないわけだし、あのタチアナをサブプログラマー扱いするなんて、世界中探してもジャッジメント7くらいなものよ。多分あの子にはそういう環境が必要なんでしょうし、世の中の厳しさってやつを思い知るといいのよ。まだ子供なんだから。それに比べたら妹のユーノはしっかりしてるよね。ユーノ？まあそうね。姉の私が言うのもなんだけど、よくできた妹よ。よくできすぎてて時々不安になるくらいにね。不安に？まあユーノのことはいいじゃない。さすがに自分の妹のことってなんか話すの照れくさいしさと、まあ以上がジャッジメント7ね。いやいやいや、僕は？なあ忘れてないってレイジはね。はそうだな、なんかバカ。それはひどい。まあバカにも2種類あってさ、憎たらしいバカと救いようのないバカがいるわけよ。それはどっちも嫌だね。ただレイジはそのどっちでもないんだよね。憎めないバカで救われるバカ、なんかそんな感じなんだよね。変なやつ。それにあいつが来てからさ、ジャッジメント7っていういびつな人間の集団がちょっとだけ変わった気がするんだよね。変に一体感が出てきたっていうか、まとまってきたっていうか、バカってすごいよね。あと私に殴られても壊れないっていうところもコスパ高いし。で、なんかずいぶん話しちゃったけど、早く食べないと。大丈夫？うん。でもなんでこんなところにバナナの皮が？なんだろうね。ごめん、いつまでもくっついてて。ここは危険だ。僕から離れないで。というか、離れたくないんだ。
コル君って思ってたより大きいんだね。そうなんだ。気痩せするタイプだから僕。そっか。ドキドキ。なんか意外とがっしりしてるし、たくましいんだね。魔界のジムで鍛えてるから。なんかこんなことするの初めてだから、私のドキドキが伝わっちゃいそうで恥ずかしいな。君のハートのドキドキが僕たち二人の音楽だよ。さすがは音楽の女神様だ。とても素敵なハートビートだね。もうすぐこの魔法みたいな時間も終わるんだね。今日はありがとう、ニコル君。それから今日はごめんね。せっかくデートに誘ってもらったのに、私ってばすっかりテンパってて全然デートっぽくならなかったし、っていうかバカみたいだったでしょ。私なんて残念が服着て歩いてるようなもんだからね。そんなことないよ。浅野とデートできて楽しかったし。今日のニコル君は随分優しいんだね。なんだかいつもと別人みたい。浅野は僕のことなんでそんなに好きなの？やっぱり僕が子供だから。確かにね、小さな男の子は可愛いと思うよ。でもね、私小さな男の子が好きっていうよりも大人の男が苦手なの。苦手っていうのとは違うかな。怖いんだ。え？ほら、前に話したじゃない？私とユーノの両親は子供の時に死んじゃったって。それでさ、引き取られた家っていうのがめちゃくちゃお金持ちの家で、なんか遠縁の親戚だったらしいんだけど、それまで会ったこともない人でさ、それに世話になっておいてなんだけど、あんまりいい人じゃなかったんだ。いい人じゃないっていうのは、随分とマイルドな言い方かもね。そうだな。言葉を変えれば、最悪。人間のクズ。あれは、私が高校生で、ユーノは小学校の高学年の頃かな。
私ってば昔っからこんな見てくれなんだけど、言うのはほら発育がよくってね。それに人懐っこくて可愛らしいからさ。だからあの男に目をつけられた。それってもしかして。もちろん変なことはさせなかったわ。そんなこと死んだってさせなかったけど、でも私が歯向かったせいであの男は逆上したの。自分の思い通りにいかなかったのがよっぽど気に入らなかったんでしょうね。それから地獄が始まった。お前らなんて誰も必要としていない。お前らみたいなお荷物はこの世にいない方がいい。いっそのことお前らも両親と一緒に死ねばよかったのに。毎日毎日汚く罵られて、そんな言葉を聞かされて、挙句の果てには暴力に走ったの。しかも服を着ていたら見えないところばかり狙って殴られたり蹴られたり。ほんと少年が腐ってるわよね。どうにか言うのに暴力が向かないようにしてたけど、でもいつあの子が殴られるんじゃないかって気が気じゃなかった。誰かに相談しなかったんですか？もちろんしたわ。児童相談所にも行ったし。でもね、誰も助けてくれなかった。なんで？うん、私も疑問に思って必死に調べたの。理由が分かった時愕然としたわ。あの男が児童相談所に手を回してたの。私の言葉なんて、子供の言葉なんて、金と力さえあれば簡単にもみ消せるのよ。その時ね、ああもう誰も私たちの味方はいないんだって思った。だから絶対に言うのだけは私が守ってあげなきゃって思って、たくさん殴られたり蹴られたりしたけど、私はそのぐらい耐えられた。言うのが無事ならそれでいいって思ったから。でもあの子優しいから、私が殴られてるのを見て逆に参っちゃったみたい。だから私が高校を卒業すると同時にその家を飛び出した。だってそうしないとユーノの心が壊れちゃいそうだったし、何よりもその前に私があの男を殺してたかもしれない。で、ユーノを中学に行かせながら働いてたんだけど、その職場の上司ってのもクズだったのよ。私が仕事を辞められないのを知っててセクハラしようとするから。それでシンセサイザー事件ですか？そういうこと。まあそんなこんなで私の周りにはそんな大人の男しかいなかったから、すっかり臆病になっちゃって、男はみんな敵って考えるようになっちゃった。割り切るようにはしてるんだけどね、今でもやっぱり先に手が出ちゃうのよ。それにもう随分時間が経ったのに、まだたまにあの時の夢を見るのよね。あの地獄のような夢を。
まあ今は別にあんな夢見てもどうってことないけど。オワリさんたちは平気なんですか？うん、あいつらは別に平気。オワリは変態だけど信頼できるやつだって分かってる。イルカはまああんなんだし、珍獣に近い感じじゃない？それに二人とも男っていうより仲間って感じだから。そうなんですか。じゃあ僕は？レイジは分かんない。もちろんあいつのことだってジャッジメントセブンの仲間だって思ってる。だけどまだ割り切れてないのかもしれない。あれ、なんで私こんな話をニコル君にしてるんだろう。レイジじゃないのに。なんか今日のニコル君ってあいつみたいだから話しやすくてさ。ニコル君、レイジと一緒にいすぎてレイジ化したんじゃないの？ごめんなさい。なんでニコル君が謝るかな。私の方こそごめんね。私がニコル君ニコル君っていうのも結局は逃げなんだよね。ほら、私の中で男の子の思い出なんて小学生くらいで止まってるからさ。残念な女でしょ。そんなことないです。浅野さんはちっとも残念なんかじゃない。え？そりゃいろいろと残念な言動はありますけど、そんなの関係ない。浅野さんはとても純粋で、とても優しくて、とても強くて、とても妹思いな素晴らしい女性です。何よそれ。その言い方本当にレイジみたいじゃない。僕が誰かなんて関係ありません。僕の見た目が気になるなら目を閉じてください。目を？はい。僕の声だけ聞いてください。見た目なんて気にしないでください。僕は浅野さんの強さが好きです。僕は浅野さんの優しさが好きです。僕は浅野さんの残念さが好きです。強くて優しくて残念な浅野さんは素敵な人です。だから浅野さんはそのままでいいんです。今はこれが精一杯です。うん、ありがとうレイジ。
なんで、あんたがここにいるのよ。っていうか、あんたがその、私に、キスしたの。そんな、やだ。いや、本当に嫌だってわけじゃないけど、なんか嫌だ。もう魔法の時間は終わりだよ。ニコル君？あれ？じゃあさっきまで私と一緒にいたのってレイジ？浅野さん落ち着いて。これが落ち着いてられるかってのバカ。ずいぶんとリア充の雰囲気で結構ね、浅野。夏美、これで150ポイント取れなかったらあなたの人生はそこまでよ。え？さて、そろそろ結果発表の時間だね。ま、ここまでやってダメだったら無理を承知でニコルと一戦交えるのもありかもしれないね。マイナス2ポイントで最終合計は102ポイントか。はあ、ギリギリだね。プラス8ポイントだったのだ。121ポイントで文句なしのクリアなのだ。186ポイントです。今日プラス22ポイントも上がったんで。我が輩はマイナス10ポイント、そして100ポイントちょうどという結果だ。マイナス10ポイント合計は105ポイントよ。また何もしてないのにポイントアップしたのだ。俺もギリギリだったが、いるか、お前も実に危なかったね。100ポイントになるよう綿密に調整したのだ。全ては計画通り。プッシュアップ、ケンパー。夏美は浅野とレイジがデートしてる時に25ポイント下がってる。イライラしてたから。ニコル、余計なことを言うのはやめなさい。ん？それでは計算が合わなくないか。夏美先生は昨日の時点で115ポイントだっただろう。もし25ポイントダウンなら90ポイントなのでは。本当なのだ。15ポイント多いのだ。でも夏美がリア充ポイントが上がるようなことをしているようには見えなかったのだ。昨日の夜とかに何かしてたのかな。何もしていないわ。ユウのおかしな勘ぐりはやめてちょうだい。さてと、残るは浅野一人だけだね。分かったわよ。見るわよ。見ないことには話になんないし。行くわよ。えい！浅野、見せてちょうだい。お姉ちゃん、見せて。こんなになっちゃってるんだけど。
すっごい。なんという凄まじい得点。これを奇跡と呼ばずして何と呼ぶ。今ここに伝説が誕生したのだ。こんな一発逆転を決めるなんてね、まさか200点超えとは思わなかった。何？どういうこと？ニコル君がレイジンになっちゃうし、リア充ポイントは200超えてるし、いろいろとわけわかんないんだけど。これがあなたがリア充ポイントを大量獲得するための作戦だったのよ。作戦？リア充ポイントを大量に獲得するためには、今まで私たちがやってきたみたいな普通の疑似デートでは限界がある。それこそ好意を持っている相手とデートをするくらいじゃないと無理だったのよ。あなたが好きなのはニコルでしょ？だから本当はニコルとデートできればよかったのだけど。僕はゲームに直接干渉できないからね。それは実現できなかった。でもニコルに聞いたら、リア充ポイントはドーパミンやホルモンの分泌バランスの数値を元にして算出されているらしいのよ。だからリア充ポイントの上下は個人の主観によるの。どういうこと？つまり、実際のニコルとデートしなくても、あなたがニコルとデートをしていると認識すればいいってこと。そこでニコルにお願いして、8時間だけ浅野さんには僕がニコルに見えるようにしてもらったんです。だからあなたが今日1日デートしたのはニコルじゃなくてバイトさんだったってこと。じゃあ、ロックスで一緒にウィンドウショッピングしたのは？僕です。アンジェラスで一緒にお昼食べたのは？僕です。私のおでこに、キスしたのは？僕です。死にたい。もう無理！いろいろと無理！生きていけない！じゃあジグザグの刑にする？しないわよ。こんな大変な思いまでして100ポイント以上貯めたのよ。でも私こんな恥をさらしてこれからどうやって生きていけばいいの？心配ないよ浅野。もともと生き恥さらしているような残念な人生だろ。そういえば18時になる前に元の姿に戻ってなかった？メールが届くまでニコルに見えてなくちゃおかしいんじゃ。何言ってるの？レイジが僕にお願いしたのは9時45分だよ。だったらその8時間後に元の姿に戻るに決まってるよ。あ、バカね。こうしてリア充ポイントを大量獲得して見事にゲームをクリアできたけど、結局大好きなニコルとデートしたのが幻だったなんて実にあなたらしくて残念な終わり方じゃないかしら。何はともあれ良かったじゃないですか。浅野さん、おめでとうございます。そうでしたよね、浅野さんは。違う、そうじゃないの。そうじゃないんだけど、とりあえず半径1メートル以内に入るの禁止。
イライラしてる。こういう時はカルシウムを取らなきゃね。基地に戻ったら牛乳かき氷作ってあげるよ。いらないわ。せっかくの氷がベチャってなるに決まってるもの。そうかな。きっと美味しいと思うけど。浅野がデートしてる時からずっとこんな調子なのだ。携帯を持ちながら浅野たちを睨んでて、ターニャは怖くて話しかけられなかったのだ。話しかけなくて命拾いしたわね、タチアナ。すいません、なのだ。まあまあ、夏美、アニシカに罪はないだろ。当たるのはよしともえ。それにしても夏美先生の作戦はお見事だったな。よもやこれほどのリア充ポイントを獲得できるとは。え、夏美が考えてくれたの？そうだよ、なっちゃんはね、お姉ちゃんがジグザグの剣にならないようにって徹夜で作戦を考えてたんだから。言うの？そんなこと言わなくていいのよ。お姉ちゃんの少女漫画を読んでセリフを研究してたりしたんだよ。え、そうだったの？あれれ、気づかなかった？レイジ君言ってたのに。そのままの浅野が一番可愛いよ。僕はもう我慢できない。さあ、二人だけのパラダイスに飛び出そう、子猫ちゃん。だっけ？ああ、そういえば言ってたかも。あんな歯が浮くようなセリフでときめくなんて。正直、かなりきつかったです。なんでよ！超ときめくじゃない！まさにズキューンって感じじゃない！痛いのだ。イルカの中二セリフと同じくらい痛いのだ。ちょっと！イルカと一緒にしないでくれる？そうだぞ、タチアナ。我が輩の崇高なる言霊がドールにされるなんて心外だ。というかあなた、ずいぶんと私の指示を無視して勝手なことをしてくれたじゃない。それはメールが見られない状況で。浅野に抱きつかれてデレデレしちゃって、見てるこっちの身にもなってほしいわ。ああ、これでおしまいか。一人ぐらいはジグザグにできると思って楽しみにしてたのに、最後の最後にしてやられちゃったかな。まあ仕方ないか。ゲームに勝ったのは君たちで、負けたのは僕。悪魔はルールには忠実なんだ。だから素直に引くことにするよ。じゃあね、僕を生み出した人たち。どうやら今のでこのリア充ポイント集めのイベントは完全に終了したようだね。まったく、バラエティ番組かっての。普通、こういった閉鎖された空間に閉じ込められたら、もっと危機的な事件とかが起こるものなのよ。なのに、リア充ポイント集めだなんて、ほんと呆れるわよ。その呆れるようなイベントで、一番ピンチになってたのは、一体誰なんだい？最後ね、最後にはちゃんとクリアしたからいいじゃない。夏美、ありがとう。方法はともかくとして、私がクリアできたのはあんたのおかげよ。それとレイジ、残ってた願い事を使ってくれたのよね。本当ありがとう。感謝してる。でもまあ
終わってみればなかなか楽しめるイベントだったんじゃないか。うん、ユーマは楽しかったよ。デートとか体験できたし、ピクニックも悪くなかったな。ターニョも今回のイベントは満喫できたのだ。イルカと浅野の頭が入れ替わったのはちょっぴり怖かったけどな。少なくとも前回のベロベロスのイベントよりは何百倍もマシだったわ。途中はほんと最悪だったけど、最後の最後に1位になるなんてさすがは私。言うの？お姉ちゃんはあんたよりも上なのよ。夏美先生とのデート、我が輩一生忘れないであります。私は今すぐにでもあなたとのデートの記憶を抹消したいわ。それじゃそろそろ現実世界に戻りましょう。そうだね、また何かイベントが始まっても連続でこなすのは大変だもんね。世界さん、どうやって戻るの？いやー、それなんだけどね、実はよくわからないんだ。わからない？一体何が？だから現実世界に戻る方法がだよ。ゲームみたいなイベントをクリアしたら自然と元の世界に戻されると思ってたんだがな。いやー、参っちゃったねこりゃ。参っちゃったねこりゃじゃないですよ。これからどうするんですか？そんなの俺だってわかるわけないよ。なるようになるんじゃないかい？ま、少し気長に待つことにしようじゃないか。明日になれば事態が進展するかもしれないしさ。みんな、もう分かっていると思うが、どうやら俺たちはこの新世界に閉じ込められたようだ。また7月23日の日曜日になってしまったからね。おそらくこの新世界は1週間でループする仕様になっているのだろうね。別に今朝になってループが発生したわけじゃない。この新世界に入った翌日の時点でループは発生していたんだよ。もう一週間でループとかこの際どうだっていいわ。問題は私たちはいつ現実の世界に戻れるかってことよ。まさか
このまま一生戻れないなんてことないでしょうね。どうなの、オーアリ。いや、そんなはずはないだろう。入る方法があるんだから、出る方法だって存在するはず。時間をかけて検証していけばきっと。その時間が問題なのよ。もちろん、オーアリは気づいているのでしょ。この新世界での1日は現実世界での1時間、私たちはここで7日過ごしているから、現実世界では7時間が経っていることになるわ。その間、私たちの肉体は意識を失った状態で置き去りにされているのよ。クーラーの壊れた真夏のオフィスにね。熱中症になってしまいますね。脱水症状も心配です。ええ、その通りよ。次のループを迎えたら14時間、さらにその次のループでは21時間、さらにさらにその次のループでは28時間。行き着く先は間違いなく死よ。餓死。うん、その前に水分不足が原因でね。なんともやばい状況ではないか。人間は2週間ぐらいは絶食に耐えられるが、水分がなければ 4,5 日が限度なのだぞ。ちょっと待つのだ。つまりターニャたちはこの新世界にずっといると死んじゃうってことなのだな。アニチカ、恐ろしいのはそれだけじゃないぞ。新世界に来る前、何か飲み物を飲んだりしたか？オレンジジュースを飲んだのだ。あら大変だ。何せあれから7時間、すでにターニチカの暴行は限界だろう。いや、ひょっとしたらすでに。みんな心配するな。いざとなったら俺が替えのパンツを貸してやるからな。女物しかないが。あ、しかしその前に、羞恥心に満ちた顔は映像に収めさせてもらうつもりだよ。うるさい変態、死ね。ほんと、今すぐ死んでくれないかしら。いや、今のは冗談だよ。さすがの俺もそこまでマニアックな趣味は持っていないさ。それに今はおもらしの心配をしている場合じゃないからね。ここから出られなければ待っているのは確実な死なのだから。この仮想世界が何者かが明確な意図を持って作り出したものであることは間違いないのだ。でもその正体も目的もその手段も何もかもが謎すぎるぞ。確かにな。それでも人が作ったものであれば必ず何らかの脱出方法が存在するはずだ。でも世界、そんなの探しようがないのだ。こんな仮想世界を作れること自体奇跡のようなものなのだぞ。ああそうだ、ほんと奇跡のようなゲートだよ。技術的にどうやっているのか皆目見当がつかない。しかし考えてみるんだ。俺の作ったワールドプログラムがきっかけで新世界体験は始まっている。そして今こうしている間もワールドプログラムは起動したままだ。それはターニシカが作ったデバッグが機能したことでも明らかだろう。なるほど、確かにそうなのだ。誰かが作った仮想世界のプログラムと世界の作ったワールドプログラム、その2つがリンクすることでこの現象が引き起こされているのだとしたら、排除することは難しくないのだ。前回の新世界体験の時、極上ベロベロスとの戦いの最中に現実に戻されたのは、オンライン中だったターニシカの PC がシャットダウンしたせいだと俺は考えている。
ワールドプログラムが稼働している俺の PC、 もしくは北陸県にあるターニチカの PC、 それらをどうにかすることができれば、この新世界体験は終わるということだな。ああ、その通りだ。なんだ、だったら簡単だよ。誰かがちょいちょいって操作すればいいんだから。ゆうの、その誰かがいないから困ってるのよ。そうだった。我が輩のハンドパワーで遠隔操作するしかないようだな。うわっふぅ。なんかすまぬ。いや、いるか。お前の言うことはあながち間違いでもない。俺たちにできることはまさしく遠隔操作なんだよ。ターニャもそれしか考えられないのだ。本当か。ならばみんなでハンドパワーを集めようではないか。いやいや、ハンドパワーではどうにもならんよ。俺がやろうとしているのはダミーログに偽装したプログラムコードを作ることだ。どういうことだ？こんなすごい仮想世界が何の目的もなく作られたはずがないのだ。この世界のデータも現実世界の PC やサーバーに送られているはずなのだ。ターニは天才だからな。それぐらい簡単に推理してしまえるぞ。実際ターニシカの言っていることは正しいよ。前回の新世界体験の時にターニシカの PC への大量のデータログの痕跡があったのは事実だからね。この新世界には現実世界へとアクセスできるデータポートが存在している。俺はそう確信しているんだ。そのデータポートっていうのがあるのは分かったけど、この新世界から脱出するのにどう関係してるの？まずダミーログに偽装したプログラムコードをデータポートからターニャの PC へと送るのだ。そして現実世界のターニャの PC 内でプログラムを再構築することで簡単なプログラムを実行させるのだ。そのプログラムで世界の PC とのリンクを強制的に切断すれば、前回と一緒で新世界体験は終わるぞ。これで問題は解決だな。つまり簡単に言ってしまえば、仮想世界から現実世界にコンピュータウイルスを送り込むってことだぞ。にゃふん、面白くなってきたのだ。ちょっと待ってください。こっちの世界で作ったコンピュータウイルスを現実世界に送って、それで尾張さんの PC と立ち穴の PC のリンクを切って新世界体験を終わらせる。ここまではどうにか理解しました。いや、正直難しくて詳しいことはさっぱりですけど、とにかくここまではいいとします。問題は新世界と現実世界とをつなげるデータポートですよ。そんなの一体どこにあるんですか？そんなことは俺に聞かれても困るよ。でもまあ、とりあえず脱出に向けてのガイドラインができたからよしとしようじゃないか。俺とターニシカはプログラムコードの作成を担当しよう。残りのみんなは街に出てデータポートを探してくれ。なんかそんな感じの怪しいものをね。プログラムが完成次第そいつを現実世界に送って新世界体験を終わらせようじゃないか。おや、ターニチカ、今もうと言ってたね。ひょっとして最近おもらしをしちゃったのかい？うるさいのだ。さっさとプログラムを作るのだ。はいはい、わかったよ。俺は大人だからね。触れないでおいてあげようか。データポートを見つけるってどうすればいいのかな。終わりにしろ立ち穴にしろ、説明がまるで足りないのよ。案ずるな、心の目で見るのだ。
さすれば異なる世界へとつながる扉が見つからん。はいはい、心の目の持ち主は一人で頑張ってよね。私たちはどうする？言うのには難しすぎてよくわからないお話だったけど、とりあえず外をブラブラ歩いてみればいいんじゃないかな。そうね、正直収穫は期待できそうにないけれど、他に私たちができそうなことはないし。残念ながらというか、当然というか、まだそれらしきものも見つけてません。だよね、言うのもなんだ。ずっと探してるんだけどね、なかなか見つからなくって。ところで、浅野さんは？確かお二人は一緒だったんじゃ。あ、お姉ちゃんはね、探し始めて15分ぐらいで諦めちゃったんだ。こんなのやってられないわって叫んで基地に戻っちゃったもん。1時間ぐらい前になっちゃんとも会ったよ。ゲームセンターから出てきて疲れたから基地に戻るって。でもでもイルカさんは頑張ってたよ。曲げた2本の鉄の棒を両手に持って街中をぐるぐる歩き回ってたから。がどうのこうのって言ってたかな。ユーノさん、一度事務所に戻りましょうか。いくらなんでも手がかりが少なすぎますよ。変わったものは何にも見つからないし、そうしようかな。なんだかお腹も空いちゃったしね。ユーノさん、おかしなことを聞きますけど、あそこにいる女の子、見えますか？女の子？うん、見えるよ。白いワンピースを着た可愛い女の子だよね。何してるんだろう。君！え？よかった、やっと君に会えたよ。ずっと話がしたいと思ってたんだ。前に僕の前に現れて警告をしてくれたよね。最初は世界が始まるで、次が世界が始まっているだったっけ。あれって一体どういう意味なんだ。あと前に僕が大学で追われてる時にメールで誘導してくれたのも君だよね。あの時はありがとう。あの黒服の男たちって一体何者なんだ。君はその正体を知ってるんじゃないのか。
ません、私何もわからないんです。あなたは一体どなたなんですか？ここは一体どこなんですか？私は誰なんでしょうか？レイジ君、ひょっとしてこの女の子、記憶喪失なんじゃないかな？記憶喪失？だって、ここはどこ？私は誰？って記憶喪失の人がよく言うセリフだもん。ユーナさん、彼女何かのゲームの NPC ってことは？ユーナが知る限りではこんな女の子はいなかったような気がするよ。なっちゃんはこういうキャラは描かないと思うし。でもユーナが知らないだけで、みんななら何かわかるかもしれないよ。あのさ、君に会ってもらいたい人たちがいるんだ。だから一緒に来てくれないかな？ああ、決して怪しい人たちじゃないから大丈夫。いや、すごく怪しい人たちだけど、でも決して悪い人たちじゃないから、そこは安心してくれていいから。わかりました。私、あなたと一緒に行きます。ありがとう。あ、僕は午前0時って言うんだ。ユーノは早瀬ユーノだよ。0時さんにユーノさんですね。よろしくお願いします。私は、無理しなくていいから。じゃあ行こうか。はい。あなた、よくここまで粘れたわね。一応尋ねるけれど、データポートは見つけられたのかしら？いえ、さすがにそれは無理でした。その代わり、変わった子を見つけたんですけど。ちょっとレイジ、あんた人の妹を変わった子呼ばわりしないでよ。そりゃ確かにユーノは天然だけどさ。違います、ユーノさんのことじゃありませんから。なんて勘違いをするお姉さんなんですか。僕が見つけたっていうのはこの子のことです。な、女の子じゃないの？まったく、私たちは女の子を探しているのではないのよ。データポートを探しているの。それを分かっているのかしら？別に女の子を探してたわけじゃありません。たまたま見つけただけなんです。たまたま美少女と遭遇するとは。さすがラノベ男、我が輩脱帽するしかないようだ。だから茶化さないでください。皆さんに聞きたいことがあって連れてきたんですから。聞きたいこと？そうです。この子、ジャッジメント7のゲームに出てくる NPC じゃないでしょうか？だとしたら設定は多分記憶喪失です。ここがどこなのかはもちろんのこと、自分の名前までわからないようですから。なんだいレイジ君、誰かを見つけたって？ターニャにも見せるのだ。私は見覚えないわね。私もこんな子をデザインした覚えはないわ。ターニャも知らないのだ。
白いワンピースを着た記憶喪失の少女。我が輩の記憶をいくらサーチしても何もヒットはしないぞ。こんな NPC の出てくるゲーム、俺たちは作っていないはずだがね。少女よ、記憶喪失と言ったな。何でもいいから覚えていることはないのか？覚えていること、すみません、やっぱり何もわかりません。それよりも、ここは一体どこなんでしょうか？どうして皆さんしか人がいないんでしょうか？歩いていたら、なぜか全く違う場所に出てしまいました。あまり遠くへは行けないようです。あれってどういうことなんでしょうか？私、なんだか怖いです。どうやらこの少女はエロリーやニコルのようなゲームの NPC とは違うようであるな。普通の人間らしさを感じるぞ。記憶喪失とはいえ、ちゃんとした人格があるのだろう。それじゃあこの子は一体何なのだ？私たちと同じように新世界体験をしている誰かだと考えるのが妥当なところではないかしら。何らかの不具合で記憶喪失になってしまったとか。そっか、つまりお仲間ってわけだね。だったら助け合わなきゃだよ。とにかくこんな状態の彼女を放っておくわけにもいかないだろう。しばらくはジャッジメント7で保護しようじゃないか。君もそれでいいかな？はい、構いません。一人は心細かったので、とても嬉しいです。じゃあ自己紹介が必要だな。レイジ君というのはもう済ませたのかね？はい、出会った時にちゃんと自己紹介したんだよね。では俺たちも済ませてしまうことにしよう。俺は終わり世界だ。このチームの代表みたいなものだよ。我が輩はイルカ2号。呼ぶときはイルカだけで結構だ。2号は心の中でつぶやいてくれればな。私は早瀬浅野。そこにいるユーヌの姉よ。姉妹なのに胸の大きさが全然違うってことは一個なしだから。勇気夏美よ、お互いに少しでも早くここから出られるよう協力しましょう。タチアナ・アレクサンドロボ・シャラポビア。タチアナ、言えてないぞ。うるさいのだ。難しい名前だから仕方ないのだ。レイジ、ターニャの代わりに教えるのだ。彼女はタチアナ・アレクサンドロブナ・シャラポバ。タチアナって呼べばいいよ。オワリさん、イルカさん、浅野さん、夏美さん、タチアナさん、それからレイジさんとユノさんですね。覚えました。私は無理して思い出そうとすることはないさ。気長に待っていればいい。それでも名前がないのは不便だから、暫定的につけるとしようか。それだったら可愛い名前がいいよね。白い服を着てるからシロちゃんとか。ちょっと言うの、犬じゃないのよ。どうせなら少女漫画に出てきそうな名前がいいわね。白鳥の宮マシュマロなんてどう？バイスリーリエ、ドイツ語で白いユリよ。華麗なる夏の白き花嫁と書いてシロベと読む。
き物を拾ってきたらとりあえずポチが常識だろう。みんな落ち着くんだ。ゲームキャラの名前を考えているんじゃないんだぞ。よし、今から君は少女 A だ。いやいやいや、終わりさん、いくらなんでもそれは安直すぎるんじゃ。そうよ、それこそまるで NPC のようだわ。それも大して重要でない役どころのね。いや、これでいいんだよ。下手に可愛い名前にしてしまったら、彼女が本当の名前を思い出した時に切り替えるのが難しくなってしまうからね。少女 A ですか。今の私にぴったりです。わかりました。皆さん、私のことは少女 A って呼んでくださいね。本当にいいの？こんな変態の言うことなんて聞かなくたっていいのよ。いいんです。これまで名前がなかったことを思えば少女 A で十分です。それになんだかコードネームみたいでかっこいいですし。私は少女 A です。しばらくの間どうぞよろしくお願いします。